号東京行きは9時4分、新幹線ホーム14番線です。その後、トキ314号東京行きは9時20分、新幹線ホーム13番線からそれぞれ連絡をいたします。上越新幹線ご利用のお客様、停車駅、また発車番線等お間違いなさいませんようにご乗車くださいますようお願いをいたします。変わりまして、在来線のご案内です。作新線、上越線、米坂線方面参ります。快速列車、紅花号、米沢行きは、3番線から8時43分です。快速列車、紅花号は、新潟駅を出ますと、豊坂、柴田、中条、坂町の順に停車をして参ります。坂町から先、終点の米沢駅までは、各駅に停車をして参ります。停車駅にはお気をつけください。その後、白新線、上越線経由の普通列車村上行きは、降りましたホーム向かい側8番線から8時52分の連絡です。方面変わりまして、1号線、白山小針方面の内野行きは1番線から8時46分です。越後線内よりも先、牧岩室方面吉田行きは同じく1番線からお時間が来まして9時22分の連絡です。降りの際にはお忘れ物、落とし物ございませんよう網棚の上、帽子掛け、またチケットホルダー等ご確認の上お待ちください。今日も JR 東日本電車指定の快速列車おはよう新越号をご利用くださいましてありがとうございました。お忘れ物ございませんようお気をつけください。終点の新潟に到着です。到着ホーム9番線、降り口は右側です。